続いてはカルソニックスカイライン星野一義。未だ衰えを知らない星野の速さはやはりこの驚異的な集中力にある。カルソニックスカイラインはシーケンシャルの6速トランスミッション。その攻略法は当然異なってくる。6速全開からの1コーナー、星野は3速にダウン。そのまま2コーナーを駆け抜けるのはコマスと同じ。2コーナー立ち上がりで4速に。コマスは4コーナー進入で1つ落としただけだが、6速の星野は2つ落とし、ここで初めて2速。 S 字は3速でクリア、立ち上がりで4速に。ハイポイントでは3速に戻し、そのままレインボーコーナーに入る。レインボーまでの中間計測はコマスが40秒433に対し、星野は39秒566。テクニカルセクションでは星野がおよそ1秒上回っている。馬の背で星野は3速にダウン。 SP に向け1つシフトアップ。4速でマシンを右に傾かせ SP を駆け抜けていく。そして最終コーナー手前で5速に持っていき、綺麗なラインをトレースしていくカルソニックのブルーボディ。ストレートで6速全開だが、タイムはコマスにコンマ5秒遅れの1分24秒245。後半高速セクションで伸びなかった。